はい、こんにちは、団長です。今日は2021年3月24日の水曜日ですね。今日もいつもの通り団長ニュースをお送りしていきたいと思います。はい、ではまず日経平均ですね。はい、24日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に4日続落し、前日比590円40銭安の 28,405 円52銭で終えたということです。2月4日以来約1ヶ月ぶりの安値水準だったということですね。欧州などで感染力が強いとされる変異ウイルスを含めた新型コロナウイルスの感染が広がっており、ドイツやフランスなど行動規制の再強化に踏み切る国が出てきているということです。新型コロナワクチンの普及による景気回復への期待感が後退し、世界経済の回復に不透明感が広がったということで、景気敏感株を中心に売りが膨らみ、下げ幅は一時600円を超えたということですね。はい、またですね、日銀が ETF の買い入れ対象についてトピックス連動型のみにすると決めたことの影響が続いていると見ている市場参加者も多かったということです。トピックス連動型のみの買い入れは4月以降になるとはいえ、市場からは今後日銀による日経平均型の購入がなくなることから、日経平均が弱含むと売りが広がりやすくなるというような声が聞かれたということです。はい、東証一部の売買代金は概算で3兆2154億円、売買高は15億9135万株だったということで、値下がりの銘柄ですね、値下がりの銘柄は、2026と約9割を超える銘柄を下げたということです。値上がりは139、変わらずは28だったということです。はい、では早速チャートの方を見てみましょう。チャートですね、せっかくですね3万円超えたところ、ここを頂点として、4日ですね連続で下落してしまったというところですね。陰線と来てまして、かなりですね危ないところまで来てます。今ですね、移動平均線は下から紫、青、緑、赤ですね。赤と緑が交差してしまったというところで、パンパカパンがですね、完全に一度終わってます。という形になりますので、明日以降ですね、このまままだ下落が続くのか、一旦軽く上げて、また下落していくのかというような形で、引き続きですね、パンパカパンはちょっと一回終わってしまったのかなというのが団長の率直な感想かと思います。はい、今日はですね、売りの銘柄、だいぶ崩れてきてですね、売り銘柄になってきたような、銘柄をですね中心にご紹介していきたいなと思いますので、ぜひご視聴のほどよろしくお願いします。はい、では早速いってみましょう。はい、一つ目の銘柄です。一つ目の銘柄は2337のイチゴですね。こちらについてはずっとですね、280円のところから一気に上昇してきて360円ですね、このあたりを頂点として、そこから下落してきました。ここ今日はですね、団長が注目したいポイントは相場先生の逆日大ですね。上がって下がって軽く上がるんですけど、緑と赤が物分かれして、下落するといった形です。昨日の時点ですね、この辺りで、約逆下半身ですね。ただしここは、横並びになってます。なのでここは横並びなんですが、この後今日ですね、一気に下抜けしてきたといった形ですね。下に320円の価格の節目と、移動平均線の紫と青がありますので、ここでですね一時サポートされてまた上昇する可能性もあるかなと思うんですが、これを割ってくるとですね、団長の検証動画第1弾の紫割れになってきてしまうかなと考えております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと少しいびつですね。下から青、緑、赤、紫といった形で、移動平均線がですね、いい並びではない中にいるんですが、やはりですね、なんとなく350円ですね、紫ブロックを食らって、週足ベースで見ると一旦上昇するんですが、再度紫ブロックを食らって下落してきているというような感じに見えるかと考えています。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3092の ZOZO ですね。ZOZO はこの日ですね、金曜日の時点、週末の団長ニュースでご紹介させていただきました。上昇した後の逆下半身ですね、失礼しました、逆下半身かつ逆日大ですねの形に見えるかなというところで、団長はですね月曜日からエントリーしております。で、月曜日陽線だったんですが、火曜日陰線ですね、で水曜日陰線といった形になってますので、やはりですね狙い通りしっかりとした逆日大ですね、この形で下落してきているかなと考えております。今日ですね、一旦60日移動平均線ですね、青の60日移動平均線に刺さった形で終わってますので、下げですね一旦ここで終わりかなとも考えております。上から数えますと、ここですね、頂点こちらと考えて 1,2,3,4,5 といったところで、手堅くですね利確するのであれば、
今日ですね、利確しておいてもいいかなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は4519の中外製薬ですね。中外製薬ですね、ずっとこの辺りですね、ここが一気に上がって1月の12日ですね、ここを頂点としてずっと下がり続けてます。で、団長が注目したポイントとしてはこの450円近辺ですね、失礼しました、4500円ですね、4500近辺で横ばってたところが、昨日の時点で再度逆下半身、ここで陰線、4500円割れで、この日で、終わり値がですね、4420円、この辺りの下ヒゲが4376円といった形ですね。ということで今日ですね、ここの並びですね、この並びを割ってきたといったところです。移動平均線は、まだですね、逆パンパカパンではないんですが、青が右肩下がり、紫が少しだけですね、右肩上がりで、あとは、右肩下がりという形になっております。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、山が1回ですね、2回というダブルトップですね、ダブルトップの形で、下落してきているといった感じだと思います。前のサポートラインが4000円ですので、この辺りまではですね、このままずるずると下がってもおかしくないかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2875の東洋水産ですね。東洋水産ですね、団長は確かこの辺りですね、ここかこの辺り、ここですね、この辺りからですね、ずっと買い玉で狙ってました。で、陰線つけて、その後ですね、このまま上昇してきたんですが、今日ですね、昨日の時点で陰線、高値つけたんですけど陰線で、今日も陰線でしたので、団長はですね、ここで一旦手締まりしました。利益としては少し少なかったんですが、このですね、そこでですね、ずっと底張ったところをしっかり狙ってエントリーして取れたかなと考えております。この後ですね、また上昇する可能性もありますが、一旦ですね、またどこかでこけてしまうかもしれないというところで、まあ、2日連続陰線でしたので、今日ですね、手締まりしたというところです。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、こういった形で下げ止まりですね、4500円で下げ止まってますので、またですね、引き続き東洋水産狙うのであれば、この後の下落した後ですね、もし明日陽線つけば狙っても、買いで狙ってもいいかなと考えますし、一旦割ったところで緑にサポートされて上昇ですね。そうすると次は日大の形ですね。相場先生の日大の形になりますので、次の下半身でのエントリーっていうのを狙っていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は2371の価格コムですね。価格コムは団長の検証動画第1弾の紫割れですね。今日の時点で紫を割ってきたというところです。3000円の価格の節目で一旦当たってですね、跳ね返ってまして、終値としては3010円ですね。3010円という形になってますので、明日以降ですね、ここ3000円を割ってくると、さらにですね、紫割れをしてますので下落が止まらないかなと考えております。移動平均線の並びですが、上から緑、赤、青、紫ですね。まだ緑と赤が上にいますので、一旦一応上昇トレンドというような、使い方だとは思うんですが、まあ、明らかに下落してますので、ここはですね、3000円割ったらまたエントリーしてもいいかなと考えております。かつですね、日柄としてはここを頂点とすると 1,2,3,4,5 ですね、といった形ですね。週足で見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、下から紫、青、緑、赤、パンパカパンですね。パンパカパンの中で、下落してきているというところなので、やはり週足ベースで見てしまうと、どこかで帰ってもおかしくないというような形になってますので、この3000円割れした後、1本か2本取ってですね、早期に手締まりしてもいいかなとも考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は3064のモノタロウですね。こちらについては、上昇してたんですが、下落して一旦ですね、ここサポートされてますね。しっかりサポートされて上昇を試みたんですが、緑に当たって下落してきてるといった形ですね。こちらも相場先生の逆日大の形になってます。ということで、逆日大かつ紫割れですね。まもなく紫、割ってくるかと思いますので、検証動画の第1弾ですね。こちらの紫割れになるかなとも考えております。はい、週足です。週足で見てみますと、下から紫、青、緑、赤のパンパカパンですね。株熟成の方であると、ここですね、気づくと思います。ここのポイントですね、こことここですね、
このポイントで、詳しくはですね、なかなかお伝えできないと思うんですが、このところ、この移動平均線の、上げ方ですね、このところを注目していただけると、もしかしたらですね、これやはり下落目線かなというふうに思えるかなとも考えております。ということで、団長はですね、やはりこの紫割れですね、今逆日大、起こしてますので、紫割れをしたところでエントリーしてみても面白いかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は5713の住友金属鉱山ですね。こちらも、パンパカパンですね。上昇トレンドからの逆日大といった形ですね。昨日の時点でこれ逆日大完成ですね。決まった形になってます。で、これで今日も一気にまた下げているといったところですね。下に紫狙ってますので、ここもですね、団長の検証動画第1弾の紫を吸われをすると下落していくかなと考えております。一応節目ですね、4500円よく効くんですね。ここも効いてますね。こちらも効いてるかなと。で、ここもですね、この辺りも4500円の節目が意識されてるかなと思いますので、やはりですね、住友金属鉱山については、4500円割れをしたところが、売りの、ね、狙い目かと考えております。週足で見てみますと、下から、紫、青、緑、赤ですね、引き続きこちらもパンパカパン状態ですので、どこかで戻ってきてしまうことを警戒しながら、売り目線で見ていっていいかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6098のリクルートですね。こちらも、上昇からの下落の上昇してからの下落ですね。逆日大の形になってます。こちらも週足で見てみましょう。週足で見てみましても、こちらはやはりパンパカパンですね。先ほどの銘柄とすごく似たようなチャートになってくるかと思いますが、こちらについてはですね、はい、日足に戻りました。日足に戻りますと、こういった形になりますので、このラインですね。このラインでもしかしたら、再度ですね、上昇トレンドに変わってしまうかもしれませんが、今ですね、昨日の時点でしっかりとした逆下半身で、今日も陰線つけて、逆日大が完成しているというような状況になっております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6841の横川電機ですね。こちらも下落して、2000円ですね。価格の節目2000円に当たったところで再度上昇するんですが、2200円に阻まれて下落しているといった形ですね。逆日大ではないんですが、やはりですね、下げて、上げて下げてといった形ですね。高値切り下げといった形になっているかと思います。今ですね、紫割れを起こしてますので、この後ですね、2000円の節目を割ってくると、さらにですね、下落していくかなとも考えております。週足で見てみますと、2000円の節目ですね、ここで1回聞いて、2回、3回、4回ですね、5回、6回と、かなり意識されている節目になりますので、やはりですね、横川電機については2000円が価格の節目で、狙うポイントになってくるかなと考えております。はい、では次の銘柄行ってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は6981の村田製作所ですね。村田製作所もずっと下げているトレンドの中にいて、ついにですね、急線の紫割れを起こしたことと、かつ急線の節目を割ってきたといったところですね。で、今日もですね、やはり陰線つけてます。かなりこれからですね、下落してくるような雰囲気を醸し出しているかなと考えてますね。なかなかこの後ですね、サポートラインがありませんので、すぐ簡単に上昇できないような雰囲気があるかなと思いますので、こちらもですね、また売り目線で見ていきたいなと考えております。はい、では次の銘柄いってみましょう。はい、続いての銘柄です。続いての銘柄は8267のイオンですね。こちらも同じような形ですね。上昇からの下落、その後ですね、サポートされて一旦上昇するんですが、また下落してきているといった形です。今日ですね、陽線つけてます。紫割れを起こさなかったといった形の結果になってまして、一応ですね、陽線つけた、上昇トレンドに入っているとは思うんですが、まだですね、こちらいつ下がって割れてしまってもおかしくないかなとも思いますので、イオンについてはですね、引き続き下落目線で見ていきたいなと考えております。はい、ここからは団長の鉄板チャートをお送りしたいと思います。続いての銘柄です。続いての銘柄は、日経平均ですね。こちら日足です。時は1993年の3月8日の月曜日ですね。まず、ポイントとしては赤の移動平均線が切り上げているというところですね。赤の移動平均線一旦下落して上昇で下がった後に上昇ですね。
切り上げが発生しているといったところが一つだと思います。で、もう一つですね、次が前の高値をしっかり抜けてきた下半身というところですね。今日のエントリーポイントですね、こちらです。団長マークのあるこのポイントになってくるかと思います。前の高値ですね、ここの高値をしっかり1日で抜いてきてるんですね。こういった急上昇、かなりですね、この後上昇していくトレンドになってくるかなと考えております。その次、移動平均線の並びに注目というところで、ここですね、かなり移動平均線が集中してまして、この後ですね、パンパカパンになるような雰囲気をですね、醸し出してるかなと思ってます。一旦上昇して、この後ですね、一旦急落っていうのはなかなかないと思いますね。一旦上昇して、その後ですね、多くのトレーダーがもう下落はないんだと思ったところで、トントン買っていくというような形になってるかと思います。はい、少しですね、こちらの日足を引きの形で見てみましょう。はい、引きの形です。引きの形で見てみますと、この赤の移動平均線ですね、底値、ローソク足の下値が、ここは一番最初ですね、16,000円で下げ止まって上がって、もう一度下げるんですが、これがですね、16,000円を割らないといった形ですね。下値が切り上がっている状態です。で、再度上昇してまた下落するんですが、この今日のですね、エントリーポイント、かなり、ここからですね、確実に下値切り上げてるんですね。という形で、1回、2回、3回と切り上げていってますので、この後のですね、ピュッとした上昇トレンドには乗れるかなと考えております。はい、以上今日は2021年3月24日の水曜日ですね、団長ニュースの方をお送りさせていただきました。今日ですね、ご紹介させていただいた銘柄は、逆日大の形が多かったと思います。逆日大ですね、普段のパンパカパンよりは、エントリー難しいかと思います。団長もですね、逆日大についてはなかなかですね、しっかりエントリーできる場合もあれば、やはりですね、メンタル的に怖くてですね、エントリーできないという時もありますね。明日、日経平均ですね、今先物が、プラスに転じてますので、明日ですね、もしかしたら多くの銘柄陽線がついてしまって、逆日大、で失敗と、エントリー失敗という形になってしまうかもしれませんが、今日ご紹介させていただいた銘柄の中で、下落していくものですね、もあるかと思います。まだですね、明日の寄り付きまで時間ありますので、団長もですね、この中から、厳選して選んだ中でのエントリーをしていきたいなと考えております。はい、今日も最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。